はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルーシーです。本日は、モンストの新ガチャが来てるので、そちらをね早速回していきたいと思います。で、何のガチャかというと、もう今ね、今時期もうみんなもうどこ行ってももうハロウィン便乗が止まらない、ハロウィン便乗が止まらないね。そしてモンストもハロウィンに便乗しだしたよで、モンストの限定ハロウィンのガチャが来てますね。で、詳細が、ですね、3体しかいないんですよね。3体しかいないの。このね、水属性の、茨城同士、アルファ。光属性、星5、白雪姫リボンアルファ。私これが欲しいかな。白雪ちゃんが欲しいです。で、闇属性はベートーベンですね。まさかベートーベン、なんでベートーベンって思ったんだけど。なんでベートーベンみたいな。はい、がね、今、排出アップになってるので、ちょっと、まあ、10連はしないんですけども、ちょっと5回ほど回していきたいと思います。いや、これ系のね、限定ガチャは、渋いのは承知なので、あまり期待はしていない。うん、していない。で、私はね、白雪姫リボンをね、ちょっと狙っていきたいと思います。狙うって言ってもね、何もできないんだけどねでは1回目回したいと思います。はい、では1回目いきます。えい、白雪ちゃんおいで。金だね、金だよ。誰かな、モルジーさんで、モルジアナさんですね。モルジアナさんでしたね。はい、ではね、2回目早速いきたいと思います。どんどん行くよ。はい、行きます。まあ、渋いんだよね、これ系のね、コラボ限定ガチャ、コラボって限定ガチャはね、渋いんだよ。渋いの分かってるよ、私は。誰だろう、これなんか見たことあるぞ。ビリーザキット今出たけど今ビリーザキット来たけど、この子どうだった、どうだったって知らないよねでもアンチダメージオールだから、まあ、ビリーザキット、なんかビリーザキット来たはい、じゃあ3回目いきます。はい、3回目いきます。はい、来るかな。シェイクちゃん来い。あ、お豆さんね、お豆さんね。こういったらもうスルーでいきます。今3回で4、これ4回目ね。はい、で4回目いきます。来い。まあ5回でね、来るわけないと思ってんだけどね。来てほしいよね。あ、ベイビー来たよ、ベイビー。ビービーだって。ベイビーじゃない。ビービーだったね。はい。では、最後に一回行きたいと思います。ラスト1です。来い、白雪来い、白雪来い、来い。上品だ。モルジーさん好きね、私のこと好きね、そんなに好きいやー残念。ストップ順ってなわけで、モルジーが2体でしょ、モルジーの方2体でしょ、ベイビーでしょ、あとお豆のジャックと、で、なぜかビリザキットが今来たっていう謎の展開でしたねこれ進化するとどうなんだろう、あ、全然わかんないや。素材、これ素材いじゅ、これ。はい、てなわけで、本日はモンストの限定イベントのガチャでハロウィンの、ガチャを吹いてたんですけども、まあ、単発5回で出るわけもなく、なぜかビリーザキャットが出るっていう感じでしたね。しかもさっき評価見たら、なんかそんなでも、なんか 7.5 ってそんなでもないよね。そうでもない。
ただ神化にするとダブルアビリティでダメージオール、アンチダメージオールとアンチワープつくから、そっちにしようかなとか思ってます。はい。でね、皆さん気づいたかな、髪色私変えたんだよね。わかるかな、わかる、ちょっと暗くなったんだよね。結構もうハイトーンのイメージあると思うんですけど、結構暗くなりました。っていうのも、なんだろ、色落ちするんですよね。もうブリーチしてるので、毛が。なので、ちょっと色落ちしたのを想定して、ちょっと暗めに入れるっていう、そういう感じなんですよね。なので、ちょっと暗めになってますね。今ね。はい。ではね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ルルシでした。じゃあ、またねー。